はい、こんにちは。今日なんですけど、この前ね、ミラーレスの一眼新しいの買いましたよ。で、レンズね、単焦点のシグマのこんなレンズ買いましたっていう紹介の動画上げたんですけど、まあ今ね、ちょうどね、そのカメラで、撮っておりますけど、画質すごい良くなったでしょ。ただね、唯一やっぱこれ難点があって、何かっていうと手ブレ。このね、手ブレがね、どうにもならないんですよ。手ブレのね、防止が入ってないんですね。なのでこれをどうにかしなきゃいけないということで、今回ね、とうとう導入しました。僕もね、これですよ。これすごいでしょ。なんかメカメカしいでしょ。このね、ジンバルとかってよく言われるんですけど、これ何かっていうと、要はね、こうカメラをね、この上に乗っけるんです。でカメラこの上に乗っけて、どうしたら見やすいかな、はい、まあカメラがここの上にこう乗っかって、こう、あ、やっぱ電源入ったらダメだ、難しいな。まあまあどんな形でこう持っててもカメラが常に、ブレないで同じところにあるよっていうものなんですね。でやっぱ動画撮る人で、あとなんだろうな、その特にその手持ちで、外に、撮影に行ったりする人とかだと、もうこれね必須なんですよ。じゃないとどうしてもこう歩いてたりとかするとブレちゃうんで、はい、でちょっと邪魔だな。でなんでこれ今まで導入してなかったかっていうと、ここ置くとムック隠れちゃう。じゃあいいや、ちょっとしまっとくね。よいしょ、ちょこちょいとこ。なんでこいつを導入してなかったかっていうと、これ GoPro、 この GoPro の Hero 7からは、ハイパースムースっていう手ブレの防止機構がこのちっちゃいカメラの中に入ってるから、このねジンバルがなくても全然平気だったので、僕正直ね、この GoPro の Hero 7を買うか、もしくは、携帯電話に、携帯電話用のちっちゃいそのジンバルってあるんだけど、それをつけるかですごい悩んでこっちを買ったんです。で、結果ね、これを買っちゃったら外での撮影ってもうこれで、全然平気になっちゃって、ジンバルいらねえなってなってたんですけど、まあ、今回ね、さらにこう画質の向上をなんて思って、いよいよジンバルに手を出したという感じでございます。はい。よいしょ。これね、なかなかね、ごついんですけどね。うん。ちょっとね、じゃあ、まあ、どのぐらい、これがね、効果があるのかとかもね、まずちょっとカメラの方をセットアップしたいと思いますんで、今ちょっとカメラね、そこにあるんで、一旦ここで、GoPro と映像を一回切り替えます。はい、とりあえずね、GoPro の方に切り替えて、カメラセットしてみました。なんかね、こんな感じ。で、ちょっとこれ電源入れますね。電源横のボタンで入れると、こんな感じで、まあ今ここ置いてあるから分かんないかもしれないけど、例えばこう持つでしょ。でこれでこの状態で俺がこうどう動かしても、例えばそっちカメラ向けね、今カメラのレンズみんなの方向いてると思うけど、俺がこの状態でこう、ほら分かるかな、全然こっちジャムックとかね、こんな感じで、要はねブレないんですよ。まあこういう方向のね動きはしょうがないんですけど、例えばこれこう前にとか後ろにってやっても全然平気なんですね。でこれがねやっぱね、あるとないだと全然撮影のね、この動画のクオリティが変わってくる。じゃあ例えばね、ちょっとここでね、ムックをね、実際にどんな感じになるのかね、撮ってみようと思います。このね、前回はちょっとジンバルなしで撮ったんですけど、今回はこのジンバルありでね、ムックを撮っていってみたいなというふうに思います。じゃあちょっとムック、いいかな、よいしょ。今ね、ムック撮ってます。ほら、ムック、ムック、ブレないでしょこれ、全然ブレない。こうどういう角度で撮ったとしても
あの手のプルプルするブレっていうのかな、そういうのがこうやっぱ全然なくて非常にスムーズですね。はい、こんなもんでしょうかな。はい、ということで、ね、室内で撮るとね、こんな感じね、あのやっぱブレが少ないってすごいやっぱ映像が滑らかになるんで、ちょっとね、まあ実際今度これ外に持って行って、持った状態で歩いてどんな絵になるのかっていうところを試したいなというふうに思います。なのでちょっとね、まあ近所、まあ行ける範囲でね、少し外をうろうろしてみたいなと、まあ、どんな絵が撮れるかね、楽しみですね。行ってみたいと思います。じゃあムックちょっと留守番しといてね、ちょっと待っててね。よし、じゃあ行ってみましょう。はい、ということでね、行ってきましたけれども、やっぱねいいね、ジンバルあると、うん、あのまあどうしても歩いてる時のこの縦方向の動きっていうのはあのどうしてもね、あの出ちゃう。でこれはね、なんかジンバル歩きって言って、ここをなんかうまく固定してこう歩くようなやり方をしたりとか、あれ俺ジンバルどこ持って行っちゃったっけ、あこれかなんですよね。だからうまくこう固定して歩く。であとね、やっぱね重さはねあるよね。普段がほら GoPro のこの軽いのばっかりだったから、なかなかね、厳しいです。はい、であとこれね便利なのはこれがねここにつくの、こうやって。でこういう撮影でローアングルの撮影とかもできるんで、途中ちょっとなんか鳩の画像とか出てきたと思う、あれはねこうやって地面スレスレを撮って、でなんかこうパンして上にこう持ってったりとかね、なんかそういういろんなね、絵が撮れるなっていう感じですね。まあムック撮るときは固定でいいもんね。はい、ということなんで、ねこれね、こんなね、でかいのじゃなくても、例えば本当なんかスマートフォンとかで動画撮る人とかも、スマホ用のちっちゃいのとかもあるんで、導入すると一気にね絵が良くなると思う俺は。うん、まああとなんだろう、まあ余裕がある人はね、やっぱこの GoPro で全然いい絵も撮れるし、はい、なんだろう、こだわらなければね、携帯の手持ちが一番楽は楽なんですけどね。はい、ということで、まあ僕の中の評価としては、まあ携帯の動画でこうやって撮るっていうのも全然 OK だと思うし、うん、ただ僕ちょっとやっていく中で、もう YouTube で皆さんに配信するってなると、もうちょっとやっぱりいい映像ってなってくると、こう GoPro を使うで、まあ、GoPro は GoPro でね今後もずっと使っていきますよ。こう頭に装着したりとか、こう体につけたりとかっていうのができるんで、これはもちろん使うんですけど、ただまあ余裕がある時はね、やっぱりこれ
を使って、撮っていくような方向にしたいなというふうに思います。はい、ということで、今日もね、ほとんどムックいじりませんでしたけどね、みんなあれだよね、ムックもっと見たいんだろうけどね、とりあえずね、まあ、機材紹介とかはね、これでも一通りのものが揃ったかなと思うんで、しばらくはないと思います。はいね、今後なんか、今この辺のね揃った機材を使って、いろんな動画上げていきたいなというふうに思いますので、はい、もしよかったらチャンネル登録とそれから高評価の方よろしくお願いしますね。であとはまあなんかやってほしい、動画のリクエスト企画とかねあったらコメント欄の方に、書いておいてください。じゃあまた。